い、本日は、マスコミの方をお集まりいただきありがとうございます、ただいまより東京女子プロレス、記者会見を執り行いたいと思います。本日なんですが、まず、次回大会、10日後になります3月15日土曜日、王子ベースメントモンスター大会の、対戦カード、並びに4月5日ラゾーナ川崎プラザソル大会の一部対戦カードを発表させていただきます。お手元資料お配りいたしましたけれども、まず3月15日王子大会の全カードを発表させていただきます。全3試合になります。まずは前回渋谷大会、2月27日渋谷大会でも発表させてもらいましたが、練習生のエリがエキシビションマッチを行います。エキシビションマッチは、対戦相手カンナになります。カンナ対エリになります。でこちらエキシビションマッチ、形式、時間などは、未定となっておりますので、当日までに発表いたします。エリですけれども、練習生なんですけれども、以前若松エリという名前を、やっていたんですけれども、まあ、諸事情により名字を変えないといけないということですが、その名字がまだ決まっておりませんということで、とりあえずエリカッコ仮というような表記をさせてもらいました。こちらエリ名字が決まりましたら、このカッコ仮が取れますので、またそちら発表させてもらいます。そして、もう一つシングルマッチ、木場千景対坂崎由香になります。そしてメインイベントはタッグマッチになります。山下美優中島翔子組対野の子剣道リリコ組、こちらのタッグマッチになります。そして、川崎大会、4月5日ラゾーナ川崎大会では、一つだけカードが決まっておりまして、こちらが、シングルマッチで、山下美優対野の子、こちらのシングルマッチになります。ですので3月15日王子の、メインイベントタッグマッチは、言ってみれば、こちら川崎山下対野の子の前哨戦といった形になるかと思います。こちらの試合になっております。それでは、本日は、そちら山下美優、木場千景、野の子3名が、会見出席しておりますので、それぞれ一言ずつ、会見に向けて、試合に向けて、コメントを、もらいたいと思います。それではまず3月15日王子で、坂崎由香とのシングルマッチが決定しました木場千景、選手コメントお願いします。はい、ちょっと風邪ひいて鼻声なんですけど、はい、出ます。はい、あと10日で直します。あと、3月いっぱいで私は現役女子高生じゃなくなるので、高校生活最後の試合なので頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ちょっとじゃあいくつか、聞きたいんですけども、はい、卒業式はまだ、あ、卒業式は日曜日にありました。あ、ですが、まあ、一応3月いっぱいは高校生なので、はい。対戦相手が坂崎由香ということですが、これ は、はい、初めてですかね。そうですね、初めてなので、はい、どういった印象ありますか、坂崎由香。まだ坂崎の試合はタッグの試合しか見たことがなくて、試合の順番的にで、シングルではどんな戦いをしているのかまだちょっと分からなくて、で結構トリッキーな動きをするなって印象なので、ちょっと気をつけてよく見ながら動きたいと思っています。分かりました。はい、はい、じゃあ質問などは、全て最後に受け付けますのでいたします。はい、じゃあ続いて野の子選手、3月15日は、リリコと組んで山下中島組、川崎では山下とシングル決まっておりますのでコメントお願いします。はい、巷で噂の K カップの野の子です。はい、リリコ選手と組んでということなんですけども、前回の、渋谷大会で山下さんがなんか私は順番とか関係ないとか言っておきながらやっぱりメインがいいみたいなことを言ってしまったので、なんかわがままっていう感じで、今回また前哨戦という形でメイン試合をさせていただくことになりました。まあタッグマッチということなんですけれども、普段から結構一緒ないろんなことで活動しているリリコちゃんと
一緒ということなので、息はもう十分合ってますので、余裕だと思います。よろしくお願いします。じゃあ、はい、じゃあ山下選手、同じく、中島と組んで野の子に入り込み、そして川崎シングルマッチに向けてお願いします。はい、はい、そうですね、野の子さんとリリコさんと一緒に、一緒にというか戦う対戦、川崎、4月5日の川崎大会の前哨戦ということで、中島とタッグを組んで戦えるっていうのはすごく嬉しいし楽しみです。当日まず野の子さんをキックで潰して王子大、川崎大会に向けての戦いをしたいと思います。そして、3月15日で、3月17日が私事なんですけど誕生日で、3月15日で18歳として最後の試合になります。18歳をの年っていうのは私にとってすごく、感慨深いものなので、そうですね、楽しみに、心を切り替えるというか18歳としての最後の試合を見せたいと思います。応援よろしくお願いします。今18歳どうのってずっと言ってたじゃないですか。3月17で19歳になるんですね。そうですね、3月17で19です。はい、そうですね。実はちょっと私も発表しなきゃいけないことがあって、はい、ちょっといろいろ芸能活動も今までやってきたんですけど、はい、それには28歳って記していたんですが、はい、ちょっと言いづらいことなんですけど、年齢詐称をしておりまして。まあね、はい、まあ、芸能活動とかやる上で、本当すみません、視聴者の皆さん、ニコラを見てくる方にも、マスコミの方にもあれなんですけども、やっぱり、芸能活動とかやる上でこういうことが、まあ、たまにね、まあ、ちょっとでもここで正直にカミングアウトしていただくということで、ちょっとご容赦願いたいんですけれども、はい、はい、すみません。私、本当の年齢は22歳です。え？逆サバ読みしてました、すいません。え？これからむき出してより活動していこうと思います。皆様応援よろしくお願いします。結構芸能活動長いですよね。12年。ですね、はい、まあちょっとかなり若いうちからやってたので、12とかから、はい、なんかちょっとグラビアと12、はい、そうなんですよ。なんかそうなんだ、はい、曖昧、なんかこうなんでしょう、大人っぽかったからやっぱり胸とかもすごく大きいし、ちょっとやっぱそういう目で見られる。ストップストップストップ、おかしいでしょ。12歳でグラビアって何ですか。ジュニアアイドルですよ。あと何年生まれですか。そう、何年生まれか言えば分かると。え、何年生まれ。早く答えてください。自分の生まれた年でしょ。早く答えてください。なんで考えるんですか。ちょっと私数字弱いんですよね。いや、分かんないかな。生まれた。あ、でも山下さんも数字弱いですよね。えー、何ですかそのなんか。早く答えてください。考えてないでしょ。ですよ。なんか可愛いやつがいいから、ウサギとかがいいかな。選ぶものじゃないでしょ、エトは。生まれ持って思ったもの。いや、なんかもうアクセサリーグッズいっぱい売ってるから、こう選ぶんじゃないですか、あれとかね。ね、いいですよね。うんうんうん。そうなん、いや、わかんないですけど、まあ可愛いのがいいってことです。私わがままだから。何年生まれなんですか。え、そんないつものなんかえへで終わることじゃないでしょ。何年生まれなんですか。えとは、えとえとってなんかわからないんですけど、何ですか。え、まあえとって逆に山下さんわかりますか、うん、そうだよ。えとは何ですか。いや、だから何でだから聞いてるじゃないですか。なんで私に聞いたんですか今。
だってなんか山田が…山田が伊藤なんですか、ね、だよ伊藤って何、はい、何か質問に質問返すのおかしいです。何言ってる、山田さんのって言ってよ。伊藤、伊藤、例えば言えますよね、十二支。あ、そう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 、山下さんなんか頭弱いって聞いたんですけど。言えますよ、十二支言えますよね。え、はい、はい、言えますよ、そのどうぞ。ねえ、うし、とら、う、たつ、み、い。え、ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま。ちょっとずるいですよ、ね、うし、とら、う、たつ、み、しま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 、うま。ねえ、うし、とら、う、たつ、み、む、ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま、猫。ねえ、うし、ねえ、出てる、ね、残念ということで、私山下さんに今日はプレゼントがあります。持ってきてください。なんでしょう、なんでしょう、はい、これなんかスケッチブック、じゃーん。あー、ちょっとこれを解いてもらおうと思うんですよ。まあ、数、まあ、ちょっと年齢の話出ましたけど、うん、まあちょっとちょっとだいぶずれてますよ。なんで私なんですか、数字弱いから。まあ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 、でもせっかくののこさん用意してくれたんで、はい、ちょっと木場さんちょっとこちらを持ってみんなの前でやってもらおうと思って、はい、頭いいところを見せなきゃ。山下さん、いやでもこれはできますよ。まあまあまあ、これはだってもう小学校ぐらいで習ったもんね。小学生の、うん、レンジ、これあれでしょ、あのお母さんと子供みたいなやつですよね。お母さんと子供、何、お母さんの子供みたいな感じですね。まあ、まあ、いいからいいから、分かりにくいこと言うな。ちょっとこっちな、はい、どうぞどうぞ。いやもうすぐ分かりますよ、もうだって足しないでしょ、2でしょ、5分の2でしょ。まあ、ちょうどあの前外に今あの、ね、あの大学理系ですよね、木場さん、あの理系に受かった木場さんが今ここにいますので、ちょっとどうでしょう、2分の1は3分の1は5分の2、答え合わせ、いや合ってますよ、これは違います、残念ながら違います。ちょっと正しい答えを木場さん簡単に、はいはい、答え合わせ、ですね、こう2分の1たす3分の1をまず通分します。通分、分に合わせますね。この2と3を6に変えるんですよ。でこっちが6分の3足すこっちが6分の2になって、最終的には6分の5になるという、あ、はい、なんで顔、今なんで顔、今通分をするから、通分ってなんかわかりますか、通分って何ですか、え、通分って、え、待って、え、なんで6分の数を揃えないと、え、なんで6が出てきたの、2と3の最小公倍数だから、いや、そう、最小、え、いや、もうわかんないです。残念ですね、山下さんって掛け算とかできるんですか。掛け算ぐらいできます、足し算、引き算、割り算、掛け算できますよ。じゃあちょっと言ってくださいよ。え、ねえ、じゃあ、8の段言ってください。くく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 8の段、うん、81が8、16だから飛ばさないで、24、81が8、82、16、24、3、4、4、8、8、4、32、うん、あ、5、8、10、あ、8、5、4、10、6、8、8、6、4、8、8、8、6、10、8、抜けた、抜けた、え、何、8、7、あ、8、7、5、16、8、8、6、10、4、うん、白七十三、言えた、いや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 ゴールでつまずいた、え、白七十四、なになに、白八十八、八、八八六十四、白七十、七十三、え、すげえ惜しい、八八、残念ですね、七十三、これ分かってやってんじゃないですか、八八、七八五十六、八八、九八七十二、八十二、七十二だ、そんな、言えるじゃないですか、まあ、残念ですね、なんかちょっと残念、一回逆にしないと言えないって感じですねみんなそうでしょ、みんなそんなもんでしょ、いやいや、スラスラ言いましょうみたいな感じで言ったじゃないですかいや、そもそも生活の上で足し算引き算ができれば、うん、あ、まあ、できるし、いや、じゃあそもそも私は文系なんですよ、わかります、じゃあ国語文系なんです、文系とかあるんですか、文系、文系ありますよ、あ、文系だった、じゃあま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 あ、
文系じゃね、九九ちょっと苦手でもしょうがない、しょうがない、文系なんでちょっと言えないですね、しょうがない、しょうがない、じゃあ国語やってください、漢字とかなんかもうできますよ、はい、なんか問題ないんですか、あ、あります、あ、いいじゃん、国語、国語なんか来た、本が、ここから読んでいただいて、はい、じゃあ普通にまあ読めばいい、じゃあよろしくお願いします、朗読の時間、え、もう最初から、え、ギャグレバ開校と明治維新にたどり着き、ギャグレバ、木場さんちょっとサポート、風景どこから読んでるのかわからない、逆レバって何、逆レバそこはさ、こうだんだんここからだから、ここからだと思う、あ、ほんと、うん、え、嘘でしょ、段落、何これ、80年代以来の都合の悪いことは先延ばしにする、判断停止体質はすでに高度成長期に準備されていました、一見思考活動期に見える高度成長期、実は思考停止の時で、その体質にギャグレバ、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 何ですか、どれですか、さかのぼれだかな、さかのぼれ、さかのぼれは開国と明治維新にたどり着き、開国、開国、うるさい、けいけと、けいけと、けいと、大丈夫、大丈夫、これ難しいですよ、これいじめですね、これちょっとじゃあ木場さん、ちょっとこれまた書き取りをちょっと簡単に、はい、したいと思いますので、じゃあちょっとマジック持ってください、真下さん、なんだろうな、プロレスに関係する方がいいですよね、まあ、これ書けないとあれなんで、あのじゃあ例えば海外遠征とか書けますか、まあね、いや書けますよ、あのみんなに見えるように書いてください、難しいかな、はい、いやじゃなくて木場さんが持ってるんで、ああ、はい、まあね、プロレスやっていれば山下さんもいずれはね、そういうアメリカとかメキシコとか、まあね、海外遠征することも機会もあると思うんですよ、プロレスを。これが違うか、これが違うんだ、なんかこれが違うの、あれ違う、まあ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 、まあ、あとなんだろうな、まあ、例えばじゃあ爆弾とか言いますか、爆弾、爆弾よくね、下にですよ、その下で、はい、なんかよく技の名前とかでもね出てくると思うんですよ、そうですね、原爆がためとか、まああれなんか違う、え、バックも、ダメ、まあ、ボケないでいいですよ、しょうがない、え、でも、え、でも惜しいですよね、多分これ、なんだろうな、火はありますよね、でも火はありますね、せん、うん、え、これもあってますよね、多分何言うの、まあ、え、でもかけるんですか、みんな爆弾ってかけます、爆弾、うん、かけます、私いけますね、じゃごめん、ごめんなさい、漢字出した自分が悪かったです、漢字出した、ちょっと形状めくって、カタカナ、カタカナ、どんだけバカにしてる、カタカナじゃない、かけますよ、じゃすごい、ちょっと、まあ、この間ちょっとね、ニコ生の方でもあったんで、シャンソン、シャンソン、お題が来ました、シャンソン、シャンソン、うん、はい、シャ、うん、シャン、もう一回同じことシャンソンでいいの、もう一回ちょっとあれなんかおかしいな、もう一回シャンソン、うん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 、シャン、シャンソン書いてるでしょ、シャン、上に、じゃあ上にまずシャツって書いてある、シャツShush, shush, shush.
写真写真まずいから。嘘でしょ。シャツって書いてるじゃないですか。何が悪いの。あのもう一回めくってもらっていいですか。シャシじゃん。シャシシャシシャシじゃない。シャシシャシあんま言わないよ。シとツをシとツを書いて。シャンシャシシシシツ。じゃあ、んとそう書いてます。うん。なんか私悲しくなって涙が出てきました。え、なんで悲しい笑いなんていけないんですか。昨日のなんかテレビで涙が止まらないとみたいなのやってましたよね。山下さんがちょっとまだ頑張ってる、はい、昨日テレビ東京、はい、涙が止まらないとって、まあね、ちょっと感動の涙とか、うん、お母さんが流された、あれ絶対感動で涙してないですよ。おバカだから悲しんで涙してるんですよ。山下さん分かってました。え、何泣いてるんですか。なんか生きてくの辛いんだろうなって思って。いや別に全然辛くないです。支障きたしてないし、全国民がきっとそう思って昨日涙してたんですよ。いやいや別にそんな悲しくないですよ。ちょっと結構もう楽に、楽ではないけど、いや困ってませんし。ではないんですね。え、困ってないんですか。困ってませんよ、それは全然。だってこんなの生きていけるわけないじゃないですか。生きていけますよ、普通に質って書いてるじゃないですか。だってもう良かったですね、プロレスやって就職もできないから、これから頑張っていかないとダメですよ山下さん。は、何この空気。え、どういうこと。プロレスやっててよかったですねってことですよ。いやそれはプロレスやっててよかったですよ。だって普通に働けないですもん、もう。いや働けますよ、失礼なし。働けないですよ。働けますよ。だってお釣りも絶対間違えるし、レジとか間違えませんよ。バイトしたことあるんですか。ありますよ、そりゃ。ただ、ま、立ってるだけのバイトって。いや、ちゃんと計算してますよ、ちゃんと。本当ですか。いや、だって、いや、え、なんなんですか。何？いや、かわいそうと思って涙が出てきちゃったんですよ。え、何なの？え、な、何？何？え、何に対して、え、何？え、これダメなんですか、これが。いや、一応もはい、ダメです。ダメでしょ。え、何がダメなんですか。いや、ちょっともう触れない方がいいと思います、山下さん。え？悲しいですね。大丈夫ですか？大丈夫です。勉強。え、このシーン頑張ろう。大丈夫ですか山下さん。大丈夫ですか。もう何もないですか。何もないです。はい、じゃあはい、すいません。すごい空気。じゃあちょっと。え、すいません。まあ、はい、じゃあ今の空気に何か飲まれそうだったんで、私が大切なことをもう一回言います。私は22歳でーす。しました。ありがとうございます。はい。じゃあすいません、はい、じゃあ、すいません、こんな感じなんですけども、マスコミの方に、質問とかありましたらお願いしたいと思います。はい、じゃあ野々子選手、なぜこのタイミングで実年齢を明かそうと思ったんでしょうか。やっぱ今年に入って、いろいろやりたい欲が増えて、今だったら日テレジェニックに間に合うかなって思って応募年齢が22歳だったので発表しようと思いました。初めに3月15日に向けてそれぞれ意気込みをもう一度お願いします。最初に言い出
言いましたよ、ね、最初にまあ、でも加藤さんの質問ですから、ね、もう一回お願いします。3月15日宇宙やりこしてるかも。野々子さんから3月15日の意気込みを。はい、はい、4月の川崎大会の前哨戦ということでメイン試合をこの山下さんとタッグマッチで戦うことになりました。剣道リリコちゃんと私は、組んで行うわけなんですけれども、そうですね、なんか前回の大会で私の胸を倒すみたいなことをずっと言ってた山下さん、なんでなんだろうな、なんでこんなにライバル視されるんだろうなって思ったんですけど、結局は胸に対するなんだろう、やきもちみたいな感じだったんだなって気づいたので、そうですね、まあ倍アピールして頑張ろうと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ、山下さん。はいはい、改めて、4月5日の川崎大会の前に、3月15日で、ののこさんと前哨戦タッグマッチで戦うことになって、中島とも、デビューした時に一緒だった中島とも一緒にタッグを組んで戦えるということですごく楽しみです。そして、4月5日の川崎大会前に王子大会で、倒してののこさんをキックで倒して、勝ちたいと思います。加藤さんよろしいでしょうか。いらない。はい。はい。いらない。あ、木場さんの。ですね。すみません。じゃあ、もう一回。じゃあ木場さんの。すみません。鼻声なんですけど、3月いっぱいで現役女子高生じゃなくなるので、高校生活最後の試合ということで非常に楽しみです。頑張りますので応援よろしくお願いします。もう卒業式は。はい、またですか。はい、終わりまして日曜日に、で3月いっぱいは、はい、高校生で、4月からは女子大生レスラーとして頑張ります。はい、大丈夫です。じゃあ、はい、トスポさんお願いします。ナノコさんは勉強は得意私は勉強は得意分野と得意分野じゃないものがありますが、この胸を使って生きていけるので大丈夫です。一個問題なんですけど、はい、鎌倉幕府が成立したの何年かと分かりますか。鎌倉幕府は、鎌倉って雪見大福に似てて美味しそうですよね。1129、いい肉いい肉食べようとか出なかったです。結構しいや、わかりますよ、これは、はい、どうぞ。いい国作ろう、鎌倉幕府でしょ。著社会1192年でしょ。はい、はい、お、今なんか変わって、いい箱、1185年らしいです。なんでそんな変わるんですか、歴史って。はい、何変わっちゃったらしいんですよ。私もいい国時代なんですけど、今の小学生はいい箱でやってるらしいです。年代が変わったんですか。肉じゃなかった。肉ではないでしょ。はい、なるほど。ちょっと勉強になりました。ためになりました。ありがとうございます。はい、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 他に大丈夫ですか。ございますか。ご質問大丈夫でしょうか。はい、はい、じゃあ、お名前をお願いします。デイリースポーツ宮本です。宮本さん。はい、まあ、国語と算数は苦手だなんだなっていうのは分かったんですけど、英語は得意。英語は得意。いや、英語は分かりますよ。結構喋ってるし、日頃
日頃喋ってます。喋ってます。日頃英語を喋ってらっしゃる。喋ってます。ああ、1から10はもちろん英語で言えますよね。いや、言えますよ。発音もいいんだよ、私。あ、ちょっと。すごいもう。本番の人に。言ってもらっていいですか、1から10まで。1から10まで英語で書いていただいてよろしいですか。はい、じゃあもう一回読んでいただいてよろしいですか。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ありがとうございました。期待しております。ありがとうございます。もう一枚いきます。